銀水駅は福岡県大牟田市大浅草先にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JB26。朝夕には熊本方面からの列車の一部が当駅で折り返す。開業時の地名が由来。銀水とはこの土地を流れる白銀川の水のことである。この川は別名を銀、水川といい、かつては白銀のような 美しく澄み渡った名水が流れていたという。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。駅舎の建物財産表には大正15年3月29日と記されており、正確ならば開業当時からの駅舎ということになる。大牟田観光協会が駅業務を行う。 簡易宅駅。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。自動券売機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は540人で、ある。各年度の1日平均利用人員は、以下の通り。旧銀水村の中心部で、周囲は現在住宅地となっている。ABCDEFGH。 週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百貨、2013年3月31日、22ページ。交通新聞、P1、米谷工事、木造駅舎の旅、P128JR 銀水駅、吉野駅業務引き継ぎ式、大無田市観光情報サイト、大無田ナビ大オ無田。 観光協会、駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2021年9月4日閲覧。大無田市統計年間を大無田市公式ホームページ。統計より国土数値。情報駅別乗降客数データ国土交通省。2020年9月5日。閲覧。ありがとうございます。